ドクターナブの研究所。はいはい、どうもー。時間がなさすぎて、コメント返信がちゃんとできていない。ナバドス。今日はですねー、あれです。後ろに見えているやつ。そう。マイクラの世界なのに、炎上の物体、それを作る方法です。ほら、なかなか綺麗ですよねー。感の良い方はもうお気づきかと思いますが、お、いいですなこれ。はい。そうなのです。防具盾で円を表現しているのです。どうですかねー。なかなかのくるくる具合ですよね。え、どうせコマンドだろって。うん、その通りです。これはコマンドで作りました。でもねー、結構苦労したんですぞ。なんせコマンドが苦手なものでして、あはは。では、作り方なのですが、まずはねー、砂を削ります。削らないと、飛び出てしまうのです。そう、防具盾が収まるように高さを調節するんです。これがめんどくさいんですよねー。これこそ、コマンドでやれば、ってのは無視しますー。ふふ。はい。二段分削れたら、真ん中にコマンドブロックを置きます。うん。真ん中ですな。うんうん。そしたら、コマンドを入力します。はい。コマンドはまた後で、お見せしますね。入力したら、防具盾を立てます。おーおーおー、これこれ。3D プリンターみたいに、防具盾が置かれていきます。はい。防具盾を壊すと止まりますねー。ほらね、綺麗な円になりました。めちゃくちゃたくさんの防具盾で、円を構成しているんですねー。うん。かっこいい。でもちょっと、なんでしょう。なんか小さいですな。もっと半径を大きくしましょう。はい。いきますぞー。おーおー、何度見てもかっこいい。なんか気持ちいいですよねー。なんかまだ小さい気がしますな。もっと大きくてもいいかもです。よし。これで行きましょう。おーおー。かっこいい。では、そろそろ使用したコマンドをお見せします。下の段にはこれ、防具盾を置いていくコマンドですな。これね、リピートの常時実行にします。上の段はこれ。これは、チェーンの常時実行。そして、ここに防具盾を置く。はい。そうすると、ここから3マス離れたところに、防具盾が円を描きながら置かれていきます。うん。円も綺麗ですが、この置かれていく過程もいいですよねー。この応用で、何重にも重なったカラフルな円も作れます。やってみましょう。はい。下の段のここの数字を変える。円を書くたびに数字を上げていくんです。その時に、奥ブロックも変えていきます。どんどん行ってみましょう。
ちなみに、ここが置かれるブロックの部分ですな。ここを変えるのですぞ。うん。いいですなぁ。とても綺麗です。でもねぇ、もちろんなのですが、徐々に重くなっていきますからね。加減は必要なのです。はい。もうねぇ、めちゃくちゃ重い。これはちょっとやばいかもですな。でも、とても綺麗なのです。ほらね、遠くから見ると、完全な円ですよねぇ。重くてカクカクですが、作る価値はあるかもですぞ。ああ、重い。くっそー。ほんと、最近ねぇ、PC の限界を感じております。普通にゲームするのに困ることは全くないのですが、やりたいことをスムーズにできないのです。もっと性能が良ければ、みんなにストレスなく見てもらえるのに。ほんと申し訳ないです。まあ、こんなにたくさんの円を作らなければよかったんですけどねー。4つくらいなら重くなかったんですけどねー。欲張ってしまいましたな。だってー、多い方が綺麗かなーって、思ったんですもん。これねー、横から見てもなかなか面白いんですぞ。ほら、なんかケーキみたい。ああ、重い。重すぎる。重いけど楽しい。楽しいから重い。いやいやいや、軽くて楽しいになりたいのです。はい。いかがでしたでしょうか。四角だらけのマイクラの世界に、モッドなしで円を作れる。なかなか楽しいかなと思います。あ、ちなみにこれは、統合版では難しいかなと思います。やるなら、Java 版の 1.16 がおすすめですな。うん、重いですけどねー。あはは。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。